はい、こんばんは。全国津々浦々に散らばる約1億2000万人のダレちゃんフリークの皆様、どうもこんばんは。私は窓際測定員というものです。さて今日から私専用の番組、芋の百問という番組を、始めさせていただくことになりました。この番組はどういう番組かと申しますと、簡単に言えば、ユーストを通じて、芋の大まかな姿、害虐というものを世間一般の皆様に知っていただくことを目的とした番組です。さて、日照には抹茶やうなぎなど、まあ、うなぎは石ですが、それらの名産品があることが世間一般では広く知られているわけですが、なぜか芋が日照の名産品であるということが広く PR されている姿というのは、私は少なくともあまり見たことはありません。そこで、そういう番組が一つでもあっていいのではないかということで、こういう番組を立ち上げた次第でございます。結構西尾って芋のそうです、ね、あるよね、はい、うん、芋の多いもんね。ちなみに、この番組のタイトル芋の百問の門ですが、これは門構えの門という字ではなくてですね、見る、聞く、話すの聞くの字ですね。門構えに耳という字を書きますが、あの字を当てて、芋の百問というタイトルといたしました。で本来であれば、この字は芋の百文と読まなければいけないわけなんですが、まあ、なんとなく語呂が悪いと思ったものですから、無理やり芋の百問と読ませることにいたしました。なおこの放送は私、自身の学習も兼ねておりますので、視聴者の皆様のすべての質問に、こと細かに答えるというような、ことは、おそらくはできないと思います。そこで、答えられなかった質問に内容に関しては、次回の放送が始まるまでに私がいろいろ調べてまいります。そして次回の放送から、この番組内で、本日のアンサーコーナーという Q&A のコーナーを設けまして、その中で、答えられる範囲で、ね、そこまで決めてきたんだ。お答えしていこうかと思っております。以降このような構成で進行してまいりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。質問が来てるんですけど、はいはい、シミラークさんから、自動車関連で芋が盛んなんですか？まあ、この後話すんですけど、シリンダーブロックですね。はいはいはい、シリンダーブロックに芋が主にディーゼルエンジンですね。ディーゼルエンジンだと圧縮比が高いですから、うん、その時の衝撃に耐えないといけないですからね。もともとがね、西尾が芋が盛んになったのは閉鎖化入れがあるじゃないですか。はい、そうです。あそこの結局昔はやっぱ重たいもの、まあ、マンホールだとかなんかの蓋よく作ってますけどね。でやっぱりトラックとかなんかじゃなくやるためには閉鎖化入れが結構発達してたっていう話は聞いたことあるんですけど、はいはい、だからあそこら辺の界隈に芋の屋さんが、はい、栄えたんですよね。はいはいはい、まあその後ちょっと言いますけど、ね、いやしまった言ってしまったなるほどね、ごめんね、ネタを先に言ってしまいましたが、ごめんなさい。後で詳しく説明してください。はい、わかりました。はい、じゃあ、よろしくお願いします。さて第1回目の今回についてですが、芋の歴史と、あとこの辺りの地域、西尾あるいは碧南といった地域がどうやって芋の名産地になったのか、そして芋が皆さんの身の回りで、どのように使われているのかをいろいろ紐解いていこうかと思います。なおこの番組を初めて担当させていただくにあたって、私くじ一人ではいささか力量が不足しておりますので、アシスタント兼ゲストの方をお呼び出しております。フレーバーコーヒーの店主をなさっていらっしゃいます中川雅史さんです。どうぞよろしくお願いいたします。まあね、芋のことはね何でも聞いてください。だそうです。はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。この番組は西尾市永楽町のフレーバー放送局をキーステーションに、
全国3万6000曲ネットでお送りいたします。さあ、それでは芋の百問スタートです。はい、はい。さて第1回目の今回ですが、芋の歴史に関してお話ししていくわけなんですが、その前に芋のというのはそもそもどういうものを指すのかというのをこれから申し上げておかなければなりません。テキストをご覧になっていただきたいんですが、こちらをちょっと、はい、じゃあテキストを出しましょう。はい、はい、芋のとは、はい、芋のとは、うん、目的製品の形状をした全部読みますね、はい、どう目的製品の形状をした形を持つ鋳型に溶解金属を注入しそのまま凝固させる方法、まあ、鋳造法で製作した金属製品、これを芋のと言います。はい、まあ、要は型があって、はいはい、その型の中に、まあ、湯というんですけども、うんうんまあ、ここで湯っていうのは溶液金属のことなんですけども、はいはい、うん、湯を突き込んで冷やして固めさせて、うん、で型をばらして、うん、形を取るっていうのが芋のですね。つまりこれ例えばアルミであろうが青銅であろうが、はい、鉄であろうが、はい、何でも OK、 何でもいいんですよ。あ、はい、何でもいいんだね。炉で要は区別ってしまうんですけども、うんうん、区別るものは、まあ、鉄源というんですけども、その鉄源であれば、うん、まあ何でもいいんです。はいはい、あ、そういうことね。あ、なんかすごく勉強になります。それからですね、代々木まぐれさんが、はい、MH は知ってたけどって、この MH って何ですかね。何なんでしょうね。何なんですかね。ちょっとわからないですね。ちょっとわからない、ねうん、この鋳物の達人の僕でもわからないですね。から松本君から、はい、キオナックスさん、鋳物といえばマンホールの蓋。はい、この後出ます。出るんですが最後の方ですね。あ、松本君、先にネタをバラすことはやめてもらいたいな。はい、申し訳ない。はい、ちなみにですね、はい、今ご覧になっているテキストのこの下のあたりですね、うん、大阪金属株式会社顧問金光恒義という方の名前が、はい、記載されておりますが、うん、まあ、大阪金属というこの会社はですね、私が所属している会社と同様に久保田と取引をしている大阪の鋳物製造会社のことでありまして、うん、この金光さんという方は、まあこれ見てもらっても、もらいましても分かりますように、この会社の顧問をなさっている方でして、はい、2年前に紫綬褒章を受章されておられる方であります。偉い人ってことね。そうですね。あ、なるほど。まあ、18歳の頃から鋳物一筋で、やってきた人物だそうです。はい、ちなみに、はい、実は言うと松本君と、はい、シミラクさんがさっき の、はい、あの答えを見つけましたね。代々木まぐれさんの MH は、うん、マンホールのことじゃないの。マンホールかなんだ。なんかの企業かと思いましたけどね。で、うん、PH でもないし、あ、なんだろう。から、業界では有名な人なんですか、ね、っていうことでしょうね。そうでしょうね、うん、で、またシミラクさんがまたいろいろマニアですね、この人。粉末チキン、夜勤です。夜勤です。粉末夜勤って鋳物とは全然違うんですかね。ちょっとこの粉末夜勤ってよくわからないんですけど。粉末を熱で溶かすんでしょうか。そういうことですかね。まあ、溶油。つまりこう多分こうそこに放り込んで熱かけて溶かすっていう意味じゃないですかね。違いますかね。まあ。鋳物の定義はまあそこに書いてあるようには、要はその湯を入れて溶けたのを放り込んだのがまあ基本鋳物ですか。そうですね。ってことに、まあ、まあ、大雑把に言えばそういうものだと。大雑把に言うとそういう感じかな。言えば、あ、うん、そういうものだと思ってもらえればいいんじゃないでしょうかね。うんうん、でここの会社はですね、FBM という生産ラインで、月に最大限で約200トンの生産能力を有しているそうです。なるほど。はい。でここの会社はですね、扱っている車のは、うん、まあ、10キロ以下の小物がメインでありまして、うん、まあ、台湾と技術提携したりですね、うん、まあ、あるいは中国で様々な鋳物屋を外資として使ったりしているんだそうでございます。うんうん、でなぜこの会社の宣伝をここでわざわざしたのか
と言いますと、実は私が勉強会で聞いてきた社長の話っていうのは、この会社で行われた勉強会の話の内容がまあベースになっているわけでございまして、まあ別に賄賂が渡されたわけでもないんですけども、まあせっかく名前が書いてありますんで、まあ、ちょっと紹介してみました。ああ、なるほどね。はい、ちなみに、僕が、夜勤をチキンと言ったのも、はい、笑われてしまいました。この鋳物の、ね。はい。お茶碗とかが割れたところに、あれ粉末がなんかありますよね。あ、そのか。多分それのことを言ってるかもしれない。ああ、そういうこと。修正用の。ですかね。わかんないですけど、なんか、今、なんか直すっていう字が見えたので。うちは FBO と言ってますかね、キヨナクスさんが。FBO。これちょっと、LINE の略称に関してはちょっと今回は調べてきてないんですけども、まあ、うちの会社だと一番大きいのは APS っていう、もう今使ってないんですけども、それが一番大きい LINE で、次に、FBM はうちにもありますね。で、DISA っていう DISA ってアルファベットで書くんですけども、それが一番小さい LINE でしたかね。今、で、そうですね。あともう一つ、H4T っていうラインもあるんだけども、まあ、意味はちょっとわかんないですけど、大体、その、新しい工場が、何年か前にちょっとできたんですけども、それができるまではその4つのラインで中古してたんですけども、今は FBM は多分使ってないかもしれないですね。こうちょっとこう写真があると嬉しいですね。僕それ写真そうです、ね、撮っちゃいかんって言われた。あの基本的に作業中はそういうものは持ち込んで、まあ、作業してる最中はまずいかもしれんね。で、シミラクさんが、例の小屋さんが、餅のZDP とか、カオリとかが、粉末、夜勤だった、の、金属です。あ、巻巻さんこんばんは。うん、はい、話が専門的すぎる。ああ、まあ、はい、そうだよね。僕、一応ね、鋳物のプロとして、ゲストで、いるんですが、全然わかりません。はい。この何ですかこのキヨナックスさん V プロセスもやってるよって。ちょっと聞いたことあるかもしれないですね。うん、何ですか。そういうその多分今回じゃなくてこの後出てくるかもしれないですけど、ああなるほどね、はい、ずっとあったかもしれない、ね、ちょっと話が脱線してるんで続けましょうか。はいはいはい、はい、さて鋳物の歴史についてここから入っているわけなんですが、鋳物作りの歴史に関しましては、ちょっとテキストめくっていいですかね。はい、いいですか。このようになっております。こうですね。はい、一通りちょっと読んでいきますと、はい、紀元前5000年頃、古いなおい。新石器時代の後期に、天然に産出した金銀を装身具に加工したり、装飾として木製道具類に入り込まれて使われたのが最初ですね。で、最古の鋳物はメコン川の上流地方で発見されたもので、これはまあ紀元前4500年の青銅のであろうとされているようです。で、紀元前の4000年から3500年になりますと、中近東で銅斧が、鋳造されるようになります。紀元前3000年頃になりますと、青銅が精錬されるようになって、それが中国やヨーロッパに広がったとされているようです。メソポタミア文明では、チグリス・ユーフラテス川の上流は、古代銅鉱石の産地であり、シュメール人が初めて鋳物作りをしたと思われるとされております。その後、紀元前2000年頃になりますと、フィーゴという装具企業が発明されてから大きく発展していきます。で、紀元前1500年から1000年になりますと、銅が青銅、まあ、合金なんですけども、これが製鉄へと変化していくわけですね。で、日本へは、紀元前300年頃、大陸から青銅器と鉄器が、もたらされて、紀元前100年頃から青銅鋳造が始まりました。日本の鋳鉄は、紀元前400年から600年頃からである。ヨーロッパでの鋳造の生産は、1400年頃から始まったと
されているようです。なるほど。結局その当時の鋳物の場合は、はい、結局はあれですよ、ふいごが途中中から入ったですよね。ふいごが、送風機、まあ、ふいごというのは気密な空間の体積を変化させることによって、うんうんうん、空気の流れを生み出す気流のことをふいごというんですけども、うん、それを使わずに最初の頃は結局、はい、なんつうの、金属を溶かしてたんですか。でしょうね。人力だったのか分かんないですけども、とりあえずその段階では結構低い温度で溶ける金属だったんですね。そうなんでしょうね。結局ふいごがないとその送風機がないわけですから、火力っていうか、温度が上がらないですもんね。上がらないですもんね、うん、なるほど、はい、いやどうぞ続いてください、はいはいはい。でメコン川とありますけども、これは、まあ、東南アジアを流れる河川でして、ちょっと単語の解説も、はい、はい、いいですよ。まあ、東南アジアを流れる河川でして、チベット高原に源流を発射して、中国の雲南省を通ってミャンマーとラオスの国境を通ってタイとラオスの国境、それからカンボジアとベトナムを通って南シナ海に抜ける典型的な国際河川の一つですね。はい、でシュメール人とありましたが、これは古代メソポタミア文明を作り上げた民族のことであります。でこれらの説明からも分かりますように、鋳物とはもともと自然界にあったもので、最初はあるものを使っていたわけなんですが、次第に用途に合わせて、加工という技術を使って、人間の使い方に合うように改良されていったんですね。で当初は石だったものを使っていたんですが、より硬い材料を求めて鋳物にとって変わられていったと、こういうことでございます。このシミラクさんが、はい、鈴とかとか書いてある。鈴は温度低くて確か溶けますね。そうですね、うんうんうん、そういうものが鋳物で使われたかもしれないですね。後で鈴鋳物っていうのがちょっと出てくるんですけど、ね、また先に言っちゃいましたねすいません、はい、どうぞ次行ってください。うちのバイスはダクタル中です。そうですね、あ、ダクタル中です。あの丈夫な中ですで有名ですね。あの球状化炭素中ですと言いますけども、ごめん知らんだけど、あのダクタル中ですっていうのはあの、うん、まあ、日本語で言うと球状化炭中鉄と言うんですけども、うん、鋳物のその、まあ、顕微鏡で何、うん、でしたっけね、表面はいはい、組織を見てみますと、うん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 、カーボンが縦長に切れた状態であるんですけども、うん、これが悪さをして、うん、壊れやすいんですよね。あ、でこれを丸くして、うん、丸くさせる調合させて丸くさせるんですね。そうすると丈夫になるんです、うん、そういうのをダクタル鋳鉄っていう、大体そういうものがあります。さすがだね、シミラクさん、いいもの持ってますからねあれですけど、畳の上に畳の上に置いてあるんですよ、このバイス。丈夫すぎて帰って怪我したりしないですよ。いやいや、それよりもまあ、僕らこう作業するためにテーブルに置いてあるじゃないですか、畳ですよ、畳の上使ってねえだろうが本当に、はい、どうぞ、はい、次にですね、日本の鋳物業の発展について見ていきますので、テキストをめくりたいと思います。はい、はいですね、これもテキスト一通り読んでいきますけども、はい、日本には仏教とともに、大陸からこういう鋳物の鋳造方法というのが伝来いたしまして、マネと呼ばれるその粘土と砂の混合物ですね、それを使って発展してきたという歴史があります。ここに組み合わせ鋳型法と、ちょっとタイムライン拾っていいですかね。はいはい、どうぞ。鋳物はインテリアにもなるものがあるんですか。まあ多分ですが、どうでしょう、50キロぐらいのバイスはインテリアとしてちょうど良かったんじゃないでしょうか多分ですけど、まあ、この後、門扉
ありますよね。門扉に陰気物が使われているっていうのはちょっと後で出るんですけども。あ、なるほどね。はい、はい、分かりました。これは、まあ、7世紀8世紀にかけて飛鳥大仏や奈良大仏に使われたといった鋳造法であるという書かれ方をされているんですけども、うん、この組み合わせ型法というのはですね、うん、別名をシェルモールドイ型法といいまして、あ、もう一回言ってくれる？シェルモールドイ型法。シェルモールドイ型法、はいはいはい、みんな覚えてね。金、あ、金型に、レジンサンドっていう鋳物砂があるんですけども、うん、これをかけて硬くするんですね、うん、でこれを組み合わせて鋳型を作って、うん、そこへ溶融金属を流し込んで鋳込むというやり方ですね。ほう、でこの鋳型が貝殻状になることからシェルモールド土法と言われているわけですね。はあ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 、ちょっとここでスケッチブックを、あ、スケッチブックが出ますね。あ、そうですね、清中さん、これ金剛何と読むんでしたっけ？ちょっと僕も分からない。あの、分からんでいいんですから。こんな仏教のな、あの、あのへんてこりんなねやつは、あの、ひらがなで金剛何とかって書いてくれます？清中さんね、はい、あ、どうぞ、はい、例えばですね、何かを鋳造で作る、はい、ね、ま、マジックかなんかもうちょっと、いや、あのですね、あの、大丈夫ですか、なんかオブジェがあるといいんですけども。オブジェ、オブジェですか。金剛書。あ、金剛書、あ、そうそうそう、そんなような名前だったっけというのを、うん、あ、ちょっと物の例えをしたいんで。じゃあ物の例えですね、形があるものがいいですね。そうですそうです、はい、僕の携帯電話いかがですか？あ、いいですよ。はい、これ、中山さんの受け入れなんですけど、これを、まあ、鋳造で作るとしましょうね。はい、まあ、作っても実用にはならないんですけども、うん、これを鋳造で作るときにですね、うん、例えば、これを、まあ、ちょっと大雑把に感じます。じゃあ、まあ、これを携帯。全体のカメラ変えますね。はい。これを、あ、見えます？なんか白くなってますけども。うん、書いてからこう、前に倒すと見えますと。これを例えば、あ、いいですよ。そのままか、書いてから、カメラの前やってもいいですよ。もしくは、あの、マジックを、太いマジックに変えましょうか。いいですよ。太いマジック用意しますよ。はい、黒板風がいいんじゃないの？そうですね、黒板風。あ、じゃあ、ありがとうございます。はい、あの、ホワイトボードもありますけど、いかがですか？あ、その方がいいかもしれないですね。はい、じゃあホワイトボード用意します。なんか下において2カメでフォローすればっていうツイートがあるんですけども、じゃあそれ行きましょう。わかりました。窓際君、ここに置いてくれたもん。え、それこれを、はい、ここへ置く。これをここに置いて、ここ置いて、はい、はい、ちょっとどけとくね、はい、で、この状態で、はい、こっちのカメラ入れます。この状態で書いてください。はあ、これ、こっち、これって、いや、これはなし。なし、はい、オッケーです。ここに書いていただければ。例えばですね。はい。これ、ま、これが、まあ、携帯としましょう。はい。あ、太い。なんかすごい、変なし、変ないですけども、申し訳ないんですけども。これ、あ、携帯と書いたとか。携帯電話ね。はい、了解です。これを鋳造で作る場合に、うん、これが、これが型だとしましょう。はい、この時に、はい、中、携帯の中が携帯の部分だけ空洞になっていないといけないんですね。はいはい、そうだよね。鋳物なんで、金属入れる、まあ、まあ、説明のためにちょっとこういう、うん、こういうふうに置くんですけども、本当は、はい、
水平なんですけど、まあ、説明のためにちょっとこういう置き方にするんですけども、うんはいはい、これを中蔵で、まあ、ここから家を入れるとするんですけども、うんこの形を中からこうえぐって作るということはできないわけですね。あできないね。でそこで、うんうん、ここで割っちゃうんですね。はいはい。ここで割って例えばこの形でいこう場合に、うん、空洞の形が要は二つに分かれるわけですよね。ちょうどね、そこね、見えてないんですよ。あ、見える場所で書いて。はい。見える場所。例えば、携帯の大体位置が一番見えてるかな。カメラの下ぐらいに書いていただけると。そうですね。例えば、もう携帯を鋳造で作るときに、はい、そのままいいですよ。これそのままずらしてくだされば、はいはいはい、この辺で、逆か。ああ失礼。いや、しびれてたので。この辺でいいですかね。はい。あ、でも下が映らない。これは動かないですかね。はい。これは動かないですね。いや、動きますよ。どうしたいですか。ここ。いや、普通にこれ動かしていただければいいですよ。はあ、はあ、はい。なんだか。普通にこっち、はいはい、この状態でどうです、はいはい、で、はい、今さっきこのどうやって書こうかな、まあ、はい、そう、あ、そしたらですね、ちょっともう一回やり直しまして、はい、これが携帯だとしまして、わかりました。僕が動きます。はい、いいっすよ。はい、どうぞ。これ携帯。はい。携帯。はい。としまして。携帯としまして。ちょっと字が小さいんで、はい、申し訳ないんですけども、これをこういう形で、まあここに空洞があるんですね。はいはい。ここから、まあ、本当はここ。こことここはもう本当は繋がっているんですけども。まあそうですね。はいはい。で、はい、ここに家を揺るって、これを作るとするんですけども。はい。この空洞の形をここからえぐるということはできないわけですね。できないですね。なので、はい、ここで2つに、割って、割ると空洞の形は要は、こういう形になりますよね。こういう形に。あ、そうですね。はいはい。で、この形が、貝殻のになっているから、シェルモードっていうんです。そういう意味か。あ、すっげえ意味分かった。はい、すげえ理解した。うん、で、まあ、片側用がこういうふうに、二つに分かれてる、ね。不思議なしましまが出てきた。すいません、このね、このしましまはですね、白いものをやると、どうしても、出てくる。そうそう、上型と下型です。そうです、そうです。はい、まあ、これが上型と下型で、はい、これを組み合わせるわけですね。そうすると、これになるわけですね。なるで、ここに、溶融金属入れて、はい、冷やして、うん、固まらせて形にするという方法がそのシェルモード鋳造法という鋳造法なんですね。なるほどね。いや、ちょっと賢くなった気がします。まあ原理は至って簡単まあそうですね、でして、簡単は簡単かもしれないですね。今のシェルモード。あ、シェルモールド。あ、シェルモールド。はいはいはい。はい、覚えてね、みんな、シェルモールドね。はい。外型と内型がいるのかなと思いますけども、これはちょっとこの後出てくるかもしれないですね。あ、ちょっと先走ってしまいましたね。これ、演出上、こう、順番に流れますのでね。はい、じゃあ、全体の方に戻しますか。はい。はい。夏のはクワガタっていうのはこれは何ですか、ね、あ、これはネタですこれはクワガタを岡安くんたちが撮ってたじゃないですか。あ、いつでしたっけ。何年か前、ムシムシワンダーランドくじやってましたねこのくじで引いてクワガタがもらえるという。そう、中子ですね。まあ、この携帯を鋳造するときはこれ中子 はいらないんですけども、中子を入れるとこの、うん、例えば、まあ、
例えば経済だったので中郷は出てこなかったんですけども、例えば、どこがいいですか？左がいいですね。左がいい。あ、こっちじゃない。逆、こっち？例えば、携帯じゃなくてですね、こういう、はい、中がこういう、中が空いてるもんだと、はいはい。ここに中子を入れて、うん、まあ、このまま入れちゃうとあれなんで、ここに席があるんですけども、席をつなぐんですけども、うんうん、ここに、中子を入れて、入れると、もうドーナツ状のものができる。ほうほうほう。つまり中子っていうのは、ここの、部分は、砂みたいなものを使うんですか？何を使ってるんですか？これは、ロウだと、かもしれないですね。あの指輪とかなんかで松本くんが廊下なんかで指輪作ってたね、ホイヤー。でまあこれも実は後で出てくる、うん、あ、また先走ったね君たち。ダメだよ今からそれ話しようと思ってる。先走っちゃダメ。僕の順番の組み方もまずかった。順番に行くんだからね、はい、じゃあ全体に帰ります。ロフトワークスとちょっと違う、はい、そうですね、ロフトワークスではないですね、で、この芋の砂を使うんですけども、はい、うん、これはレジンサンドと言いまして、レジンサンド、はい、粘結剤を添加してあるんですね、で、この粘結剤なんですが、中等するときに溶灯のそのイオン熱で自動的に硬化します。どういうこと？もう一回。ここから湯をつくんですけども、うん、この湯の熱で、うん、ばらけちゃいます。ほう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 。あ、もろくなるって意味？そうです、そうです。はいはいはい。崩壊しちゃいます。ほう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 。で、このシェルモウド法のメリットなんですけども、シェルモウド、さっきの絵を入れときます。あ、シェルモウド法のメリットなんですけども、はい、シェル型ですから通気性がいいんですね、はいはい、通気性がいいので芋の特有の風量ができづらいことと、それと型の長期保存が可能であるというメリットがあります。ほう、はい、これこの型はこの今シェルモールド法のこの型っていうのは、はい、砂型ではなくてどういう風量、まあ、E 型ですよね。あ、なるほどね。あの普通の金属でできた型ってこと、どういう金属、まあ枠自体は金属ですよね、うんうんうん、で、うん、この黒い縁の部分が金属で、はい、芋の砂がこの部分ですかね。あ、じゃあ結局この芋の砂のとこにあ、なんかレジンサンドってどっかに売ってるんですかねみたいなこと質問されまして、僕もちょっと検索してみたんですけども、うん、芋の他に美術用品なんかにも使われている形跡があるようでして、はあはあ、なのでそちらの系統のお店かなんかにはあるかもしれないですね。ああ、なるほどね、うん、思い切ってフレーバースタジオで実演してください。無理です。千何百度、溶灯の温度は結局千何百度になっちゃうんで、うん、その専用の設備がありますから、まあハンダぐらいならやれますかねハンダかなんか溶かして。あ、そうです。型は金型と金型があります。そうですね、うん、はい、あれ金型の場合ってくっついちゃまずいよね。あれくっつかないようになんか細工するんですか？細工って言いますか、うん、どっかに書いたかもしれないですね。書いてあることをまた言っちゃいましたね。じゃあそこは聞かなかったことにしていきますか。はい。で、一応、まあ、そういうメリットがある。なるほどね。一応全体の方の絵でいいですか？まあ、今回は全体の話、はい、おまかな話を。全体画面でいいですか？はいはい、もう紙はいいですか？あ、いいです。はい。はい、
で、まあ、そういうメリットがあるわけですね、うん、その芋の浮上ができづらいことと、うん、イカタの保存が長いことできるというメリットがあるんですけども、うん、このレジンサンドが実は値段が高いのが高いの砂のくせに、はい、なんで砂が高いの、それを聞かれても困るんですけども、錦木から砂持ってきてあげようかあかんまあ、元々はあの川砂を使うので、うん、まあ、その砂の説明も後でするんですけど、また行っちゃった失礼しました、でこの粘結剤が加熱されると匂うんですね、うん、あの芋の屋の、はいはいはい、あの匂いがおそらくはその匂い、粘結剤の匂いかもしれない、あ、なるほど、うん、そして芋の大きさが制限されてしまう、まあまあこの、ね、ここでもう区切っちゃいますか、ね、ここでっていうその部分こっちに持ってくると、はい、ああここで要はもう型で決めちゃうわけですから、うんうんうん、あらかじめ決まっちゃうんですね、はいはいはい、はい、だからまあ小さいものとかでいいんですけども、うん、大きなものを作ろうとするとやっぱりもう限りなく大きな型がいるので、うんうんうん、このやり方だって消さないんですね、うんうんうん、で大きなものを作ろうとすると次のやり方でろう型法というのがありまして、ろう型法、ろう型法、はいはい、さっきのテキストが落ちて、あ、テキストこっちにありますよ、あ、はい、はいはいはい、どけた方がいいですか、あ、そうですね、はい、はい、画面が、はい、ちょっとお待ちください、はいはい、じゃあ一人なんで、あ、すみません、はい、はい、はい、いいですよ、私がやりましょうかな、で、次に色、そうですね、じゃあこちらを、はい、あの切り替えの時、多分、全体とこの絵でいきますんで、比重で合うと、ピクチャーインピクチャーの4、ちょっとタイムラインをちょっとなぞってみましょうかね、はい、理系剤や時計という薬品で貼り付けを防ぎます、そうですね、理系剤を使うんですね、あの型を離れさせる薬品なんですけども、はいはい、それを使いますね、ええ、一回ここで本当に芋のやってみるか、ホームセンターで売っているなんかここで簡易のそういうなんか、いや、いいよ、あれならあのハンダならさ、はんはん、温度低いんで、はんはん、あれこう溶かしておいて、あの本当にあの紙粘土か粘土で型作っといてそこに流してみるか、まあ面白いかもしれないですね、ね、うん、またやってみよう、うん、はい、どうぞ、下に、うちは型砂を炭酸ガスで凝固させます、そうです、炭酸ガスで、固まらせるという方法も、へー、あ、そうなんだ、キャサリンは窓焼きの隣に座ってらしいはい、時計、型ですね、はあ、はあ、型を塗ることを時計という、はあ、でろう型法の回数に行くんですけども、はい、これはあのろうで製品と同じ形状を一旦作るんですね、ろうってろうそくのあのろうですか、そうですね、はあはあ、であのろうで、もう製品と同じ形で作っちゃいまして、はいはい、でこのでこれの周辺を芋の砂で固めちゃうんですね、芋のの、伊豆なですけども、はい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 、伊豆で固めちゃうんですね、はあはあはあ、で僕の方じゃなくて、まあのあ、はいはい、カメラの方向いてね、でろう型方なんですけども、うん、あのろうで製品と同じ形状を作っちゃいます、はあ、まず製品と同じものを作る、はい、でこれのこの周辺を伊豆で覆い固めて、うん、次に内部の銅を溶かして除去することによって空洞ができますね、空洞ができるんですね、でこの空洞の中に溶融金属を流し込んで鋳造するという方法です、うん、でこの方法だと、はい、あの要は大きさが制限されないですからね、うん、あの大きなものもできるということですね、はい、うんうんうん、でこの鋳造法は、うん、あのまあ型をそのまま作るんで、抜け勾配とかあるいはアンダーカットを控除する必要がないというメリットがありますね、う
すいません、そこの意味が分かりません。はい、あ、それ解説します。はい、ああ、そうです。先に抜け工場、あ、ここでちょっとスケッチブックをまた。はい、スケッチブックね。はい、スケッチブックいきます。あ、あれですね。はい、ページはずらせばいいですね。そうですね。はい。先ほどの説明で、はい、型を、まあ、シルモード法を例にとりますと、はい。あ、いいですよ。どこに書いても僕が動きます。あ、いいよいいよ、僕が動くから、まあ、さっきの携帯と同じ図をやっちゃいますけども、はい、はい、大丈夫です、ね、はい、大丈夫です。あ、君が書くとこに僕が行くの。あ、そうですか、はい、これがさっきの、まあ、こんなやり方では普通をしないと思うんですけど、うん、まあ型が2つに分かれてますよね。はい、分かれてますね。で、まあバラすときに、こういうふうにバラすんですけども、はい、バラすときに、例えばここが、こうなってると、ここで引っかかっちゃうんですね。ああ、こうだよね。引っかかるね。引っかかったの。うん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 。で、この引っかかりをなくすために、うん、斜めにしないといけない。斜めにするといっても、こういう斜めじゃなくて、こうしないといけないんですね。うん、こういう角度を作って、うん、上下にばらしやすいようにしないと、はい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 、途中でここが引っかかっちゃって抜けないんです、ね。ああ、なるほど。で、これを抜け勾配って言うんです。あ、そういうことか。だから、うん、例えばこれは携帯でしたけども、例えば、うんうん、例えばですね。はい。例えばこれ水平であったとしても、うん、ここでなんか、細かい時があると、ここで、ここで引っかかっちゃって、引っかかっちゃうね。で、ボロボロ絆がこぼれちゃって、うん、はいはい、浮上の原因になることがあるんですね。はいはい、ここに湯が入っちゃったりすると、うんうんうん、ここに、バリができちゃうこともあるんですね。うんうんうん、で、そうすると、やっぱり、鋳物は後で削らなきゃいけない。ああ、そうなっちゃうんですね。はいはい。なので、あえてこういう樹脂で、こういう、こちらの方向ですね。こうじゃないんですね。はあはあ、こういう方向に、勾配を作ってやらないと、はいはい、こういうふうに抜けないんですね。ああ、うん、そういうこと。これは抜け勾配を作るっていうことです、ね。ああ、なるほど。で、ちなみに、この、こういう切り立った、逆方向にこの切り立った形っていうのを、これ、アンダーカットって言います。はあ、なるほど。だから、アンダーカットがあると、うん、型が外れない。ああ、なるほど ね、 ね。うん。引っかかっちゃって外れない。外れないですね。だから、アンダーカットは作っちゃいけないですね。はい、なるほどね。で、アンダーカットの回数がここにあるんですけども、はい。まあ、さっきの同じですよね。こういうふうに切り立った角度があると、うん、要はここでもう引っかかっちゃって、うん、型が取れないから、はいはい、こういうことは、こういうことはもう絶対やっちゃいけない。ああ、そういうことね。うん、で、他、要は突起があるといけないんですよ、こういうふうに。斜めであっても、ここに突起があると、うん、要は引っかかっちゃうんですね。ああ、引っかかるね。こういうくぼみがあっても引っかかっちゃうんです、ね。引っかかっちゃうね。あと、こちらは抜き勾配があっても、こっちで、平行四辺形になってて、うん、こちらが同じ角度で倒れてる、こちらが今度は抜け勾配、アンダーカットになっちゃって、うん、こちらが抜けなくなっちゃう。はいはいはい。だから、こういうのはダメなんですね。はー、うん。なるほど。これが結局そういう時のための、そうですね。この割り方なんですね。割り方ですね。はい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 。だからこういう、例えばこの方だったら、こういうふうに、やれ、こういうふうに、上方向にばらしたり、下方向にばらしたり、この、左方向に、まあ、横方向にばらしたりすれば、はいはい、抜きますよね。あ、なるほどね。うん、あ、理解しました。あと、まあ、形に合わせてこういうふうにやっていけばいいんだけども、まあ、こういうふうに、水平じゃなくても、ここで、斜め、オフセットがされる形で、上下に開けば、こういう形でも、アンダーカットで引っかかるって言いますよね。はいはい。ああ、なるほどね。うん、そこの、そうです、そういう、そうです、そうです、そういうのを砂型でやるんですね。はい。へえ、はい。結構砂型も大変だね。大変です。だから、社長が言ってたのは、こういうことを知らない業者さんと打ち合わせすると、うん、なんでここに角度がついてるんだっていうことが説明したらいけないっていう、あ、そういう苦労があるみたいですね。ああ、はい、なるほどね。理解できました。はい。はい、全体の方に移していいですか。はい。はい。で、
テキストが あテキストまた出しますか、はい、はい、じゃあテキストはい、そうですね、はい、で次に弾き型造形法っていうのがありまして、これはちょっと僕もちょっと読んでて分かんなかったんですけども、これは盆栓に使われてますね。あのお寺の釣り鐘、はい。これはですね、はい、あ、これですね。あ、すみません、いいです、いいです。大丈夫です。これはですね、はい、まあ、中心線を通るすべての断面が左右対称である場合の製品を作る場合の造形法ですね。ほう。だから盆栓がそうですね。左右対称ですか。はい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 。うん、で、まあこれは作ることのできる形状に制限がありますので、うん、手数はかかっちゃうんですけども、うん、模型費が節約できて、うん、相当大きな形状のものができるので、生産数の少ない大きなものを鋳造するときに、役立つという、そういう鋳造法ですね。ほう。なるほど、うん、どんな風に作られるんですか。これはまあこれちょっとあまりしっかり読んでこなかったんで、はあ、まあこれを見てくださいとしか言わないんですけど、あ、そうっすか、あ、そうっすか、ちょっと時間がなかったので、はあ、どのタイプですか。これはここからここまでですね。なので1ページ2ページぐらいがあるんですけども、あ、そう、タイムラインに引き型モナカ製法とあるんですけども、ほう、引き型モナカ製法、うん、ほう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 、ちょっとまあそういう鋳造法があるということで、はい、ご理解いただければいいかなと思います。じゃあここはまた、はい、将来、こういうのがまた来るかもね、みたいな感じですね。はい、じゃあちょっとタイムラインをちょっと広げましょうかね。はい、まあ、金型、砂型、それぞれ長所がある。そうですね。はい、うん、現場の感覚では、型が温かくないと爆発します。そうですね。バーナーで温めておかないと、はいはい、確かに爆発しちゃいますね。うん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 、だから、僕が見たことあるのは、うん、朝早くになると、うん、妖怪の現場だと、鳥辺ってあるんですけども、はいはい、鍋があるんですよ。その家を、はいはい、うん、家をついでその置いとく鍋があるんですけども、うんうん、この鳥辺に耐火材を張って、はい、燃えちゃうといけないので、はいはい、耐火材を張るんですけども、うんうん、その耐火材を張ってさらにバーナーで加熱するということを朝一やっておくんです、ね。ああ、なるほどね。そうしないとそこに結局耐火材を入れて、温めておかないと、そのまま湯を入れると、湯を入れるとそのまま割れちゃう。割れるのかどうかわからないんですけども、まあ、うん、不具合が起きるということ。ああ、なるほどね。うん。ああ、なるほどね。キララシティさんが書き言葉でお話しするから理解しづらいんでしょう。あ、なるほど。そうですね。うん、全部書いてきちゃってるんで、うん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 、まあ、いいですよ。うん。次に。国中のあれ、あ、はい、テキスト、あ、テキストを出します、はい、はい、テキストを出します、はい、鳥辺、そうですね、鳥辺、余熱しないと亀裂が入る、そうですね、これのことですね、亀裂が入るのか、亀裂が入ってますね、あ、なるほどね、鳥辺って言いますね、うん、確かに、じゃあ、鳥辺っていうのは単なるバケツじゃないんだね、バケツじゃないんだねあ、バケツじゃないですね、うん、結局そこに結局耐火材をこう貼っつけた、まあ金属の箱みたいなもの、箱、まあ鍋の形をしてるんで、鍋の形をしてるんで、はあ、はあ、まあ、取る、家を取る鍋ですね、あ、それで取り部、そうですね、うん、なるほど、ええ、理解しました、ええ、で、まあ国中、次に、うん、奈良の大仏、はい、についてなんですけども、これはまあ聖武天皇の意思で、うん、まあ、作れていったんでしょうね。はいはい、
で作者は国中の彦摩呂と言いまして、これは奈良時代の武士のことの名前を言うんですね。おお、奈良の大仏、うん、こちらですね。そうですね、はい、まあ奈良の大仏の紹介はまあこの辺にしておきまして、うん、で次に日本の鋳物のあの どのように発展していくかいったかっていうのをちょっと説明しておきますと、うん、全体のカメラでいいですかね。はい、日本の鋳物は基本的に どこでどのように発展していったのかと言いますと、まず鋳物には鉄源と砂がいるわけですね。で、うん、埼玉県の川口市あるいは、三重県の桑名市なんかには、いい砂の川砂が取れる川がたくさんあるんだそうでして、うん、ここがまず大事なポイントになりますね。テキストだ ですとテキスト、ね、はい、こちらになるんですけども、埼玉県の川口市とか桑名市ですね、まあ、あと、まあ、岩手県の盛岡とか富山県の高岡もそうですね。まあ、この辺りが鋳物産地として栄えたという歴史がありますね。で日本で最初に精錬といいますのは、あの砂鉄を溶かして鉄に変える作業のことなんですが、これを始めたのは、島根県の出雲市でありまして、ここには砂鉄がいっぱいあって、川砂もたくさん取れるんだそうでして、ここが日本における鋳物の発祥の地となっております。出雲って出雲大社のあの出雲。そうですね。あ、そうですか。ちなみに、西尾市の場合ですと矢作川や あるいは木曽川をうまく使いながら発展してきたという歴史がありまして、埼玉県の川口市ですと、利根川を使いながら発展してきたという歴史があるそうで、日本の鋳物のルーツはそのようなところにあるとされているんだそうです。で鋳物の使い道に関してですが、まあ、ちょっと紹介があったかもしれないんですけども、まあ、ソーシングでありますとか、土偶や斧といったものに使われまして、まあ、そこから平安時代にかけて仏像でありますとか、あるいは一般的な、生活用品にも使われるようになったという過程があるそうです。まあ、日本の鋳物での発展はここまでですね。はい、ああ、なるほど、うん。ちょっとタイムラインを拾ってみますと、キララシティさん、はい、先生テストに出るのは どこですかって聞きたくなっちゃいます。はい、はい、確かに、うん、これですね、まとめる資料をまとめるときにですね、うん、僕の会社のホームページで鋳物クイズがあるんですか。あるんです。 ありまして、まあ、それをちょっと出そうかなと思ったんですけども、うん、あ、わー、でキララシティさん、ちょっと先走ったよ、うん、出した方が良かったですけど、ね、いやいや、出そうかなと思ったんですけど、ちょっと、そこまでするのもどうかなと思ったんで、はんはん、カットしちゃったんで、ね。あ、いやいや、いいっすよ。うん、さすがだね、シュミラクさん。安木鋼の大元ですねって。これが、安木鋼って何でしょう、ね、多分これ、刀とか刃物系の鋼じゃないですか。多分、安木鋼。うん、そういうもんでしょうね。砂鉄から作るとこ見ると。はんはんはん次に西尾市における鋳物の発展について見ていくわけなんですけども、はい、ここからはテキストがないので、はい、僕はバーッと喋っていきますので、はい、あ、いいですよ、うん、よろしいでしょうかね。はい、いいですよ。西尾市でありますと、1700年の初頭から、近江の鋳物師の中から、西尾藩主に招かれて、太田庄兵衛官兵衛という人物が顔のある日常、碧南にやってきて始めたのが、その始まりとされているようです。まず最初に、平坂町と、くす村町というところが西尾市にあるんですが、あ、くすあるね。くす村町の境目にやってきて、うん、そしてくす村町というところで鋳物業を始めたのがその最初だそうです。あ、で、最初は生活用品がメインではなくてですね、まあ、やはり、まあ、先ほどちょっと出ましたけども、仏具。うん、盆栽とかですね、はいはい、これが最初だったそうです。で、この後に、伊藤小三郎という人物が彼らの後を引き継いだという話があるそうです。なるほど。ちなみに伊藤小三郎といいますのは、名古屋の出身で、平坂屋という鋳物屋に、
弟子として入廷し、はあ、海外にも進出 していったそうです。はあ、まあ番組の冒頭であの中川さんにもちょっとお話しされましたけども、うん、まあ西本の鋳物といえば、まあ、閉鎖化の鋳物と言っても差し支えない、うん、なくて、閉鎖化という町と鋳物とは密接な関係がありまして、うん、昔は閉鎖化には鋳物を運ぶ港があったんだそうです。うん、で、ちなみに西尾ですと中日本中古という会社がありまして、これはまあ鈴木熊次郎という人の他に2人で京都出資した会社なんですが、ああ、この会社が西尾市内では、上場した唯一の鋳物屋でして、今現在でも名称2部だそうです。はいはいはい。でここの会社なんですけども、最初は、鍋かばバスタブあるいは放浪菌などを作っていたんだそうですが、次第に、石垣鍋、ジンギスカン鍋なんかにも手を出していったという写真があるそうです。中でも鋳物の放浪の風呂釜というのは、かなり高額なんだそうでして、これはですね、主に放浪掛けの代金が高いのがその要因だそうでして、風呂桶だけで何百万とするそうです。わお。でこの鋳物の放浪の風呂釜というのはですね、この、うん、この中日本中古の他に、広島にある、何トン何十トンという単位の工作機械を主に、製作している大和中古という会社があるんですけども、はい、ここの会社が主に製作しているんだそうでございます。で先ほど盆栽を鋳物で作っているという話がありましたけども、盆栽を鋳造で作る際には、まあ、鋳造の製法的に非常に難しいところがありまして、まあ、先ほどあの引き方造形法とかありましたよね、はいはい、確かにあの難しい鋳造法でして、まあ、だからというわけでもないんでしょうけれども、今盆栽を製造している鋳物屋っていうのは、創業100年以上の歴史があるような非常に限られたところしかないそうでございます。東海地方、この東海地方ですと岐阜にあります鍋屋バイテックという会社なんかがそうみたいですね。なんか鍋屋ってあの有名な鍋屋じゃない？ちょっと僕は知らないですけど、ね、いいです。でここの鍋屋バイテックという会社はですね、プーリーとかですね、あと工作機械の関係の製品なんかを やっぱそうなんだ、取り扱っていまして、はい、2、300年の歴史があるそうです。あ、はい。で愛知の場合ですと、創業100年以上あるような歴史のある鋳物屋というのは少ないですね。でこの理由なんですけども、要は産業用鋳物の分野に特化しすぎてしまったために、景気の浮き沈みに左右されやすいんですね。したがって長く経営を続けていくことが難しいために、歴史が途絶えてしまうんだそうですね。あ、まあ、要は自動車産業が有名ですから、ね、やっぱり景気の波に左右されてしまうんですね。はいはい、なるほど、はい。で日本で一番多く盆栽を作っているところはどこかと言いますと、はい、富山県は高岡市にあります労使製作所というところになります。でこの盆栽を作るときに何をどんなところに気をつけなければ、いけないかと言いますと、音ですね、はい、コーンという音でなくてはいけないって、はい、キーンという音ではダメなんですね。はいはいはい。でしたがって、うん、材質にも気をつけないといけないし、うん、どんな材質の鉄源を使わなければいけないのかということにも注意しないといけないわけですね。あるいはその何を何を混ぜたらどんな音が出るのかと、うん、いうところにも気をつけないといけないわけですね。でこのあたりは今は科学的な解析でできるんですけど もう昔の人はもう本当に経験と勘が頼りだったわけですね。で話は付け出しになるんですけども、うん、JR の高岡駅というところには、はい、日本最大の銅鍋というモニュメントらしきものがありまして、でこの鍋の直径がですね、2メートル10センチありまして、うん、深さが40センチ。で、重さが550キロあるそうでして、キャパシティが200リットルありまして、一度に3000人分の料理ができるんだそうです。
あんたってドラマ館一本だよね。そうですね。で、高岡の伝統的な鋳物技術の技法の粋を集結して作詞されたそうでして、で、これはですね、JR 高岡駅の大鍋という言葉で、Google で画像検索してみますと、一番最初に出てきます。おはい、というのが、まあ、盆栽にまつわる話ですね。なるほど、はい。ちょっとタイムライン拾ってみましょうかね。はい、よどきまぐれさん、盆栽はかなり技術がいいそうだ。そうですね。先ほど話した通りですね。カス1120さん、まあ、シミラクさんなんですけども、はい、鍋は使っています、私も。マシンバイス作ってますよ、も作ってますよね。今は台湾でもゴニョゴニョとあるんですけども。はい、あの、鍋やって、あの、その手のも作ってますもんね。はあはあ、はい。あの、大手ですもんね。はあはあ、はい。製造といえば高岡、そうですね。陽気まぐれさん、音が肝心だからね。そうですね、音が大事ですね。カス1120さん、昔はあいつにもバイス屋あったのにな。でもマシンバイスはすだごまがダンツとつい良い。熱処理自前でやってるし。ああ、そうなんですか。ああ、ありがとうございます。高岡は工芸盛んですよね。そうですね。そういうやり方をされているようですね。最後にですね、鋳物の用途にまつわる話をしていきたいと思います。用途、どんなところに使われているかというと、はい、分かりまして、鋳物はですね、機械用の鋳物のほかに家の外のフェンスなどの景観にも使われております。ほうほうほう、これがそうですね、ちょっと画面を変えます。これは、鋳物の門扉なんですけども、扉ですね、はいはい、これが鋳物で使われたりしています、はい、鋳物の門扉ですね、はい。で、この辺りの地域ですと、新棚橋ってありますよね。はい、棚橋、はいはい。あの柵の部分も鋳物ですね。あ、そうだったの？はい。ああ、社長が話しておりました。あ、本当？これがそうですね。これは、ちょっと古い写真かもしれないんですけども。うん。これ、ちょっと古い写真なんで、残念なんですけども。この、うん、多分これ建設前かもしれないですけども。ちょっと待って、これって、これあれだよね、中畑橋壊す時じゃね、違うかな。あ、そうでしたっけ、違うかな。画像検索したらこれがなんか棚橋って、新棚橋の新棚尾って一番大きい、はあ、あの橋だよね、はあ、一番外の橋だよね、うん、うん、あそこはこういう風ではない、なんか感じとしてはちょっとタイムラインちょっと違うかもしれない。はい、カス1日のリマルさん、はい、鋳物は振動減衰にもいいですよね。だから機械金の、そうですね、振動を吸収する作用もありますので。あ、そうなの。本当にこのシミラクさん、何でも知ってるね。これはですね、この後に、何でしたっけ、この後にちょっと、はい、風鈴ですね、風鈴が出てくるんですけども、はい、ここでちょっと振動吸収するぬって話が出るかもしれないですね。ああ、そうなの、ええ、うん、またすごいのは、キサゲの話まで飛び込んできました。キサゲって何でしょう。あの、こう削っていくやつですよ。あの、表面をこう削っていく。グラインダーで削るんですかね。あの、これを職人でこのノミみたいなやつをこうやって削る、うん、あの平面を出すときに使う、この話じゃないですかね、このキサゲの話は。うん、窓際君、キサゲ頼むと高いって。それはちょっと聞かれてもわからないですね。清中さん、これは中畑橋や。そうかもしれないですね。やっぱそうだよね、僕もそう思います。申し訳ございません、申し訳ございません、はい、いやいや、いいですよ、はい、次に、はい、まあ、画像はないんですけども、はい、まあ、東京の施設で言いますと、うん、東京ドームの外野席のセンターに対して左右席の航空一部の2100席くらい。わかんない。すいません、わからないです。それ僕もあのこれ社長があの言葉でいただけないとわかんないんですけども。わかんないよね、あのこの野球があったら
この椅子の足の部分にも鋳物が使われて、椅子の足の部分にも鋳物が使われていまして、うんうんうん、これをなんかうちの会社が作っているみたいですね、うん、でこれは春日にある会社経由で、うん、まあ、東京ドームに収めているらしいんですけども、でこれは、ま、すみません、一番外の橋は矢作大橋ですよね。あ、そうでしたか、キララシーさん、そうでしたね。あ、いや、うん、さっき、棚を新棚橋の向こう側、新棚橋じゃなくて矢作大橋なんですか、はあ、名前がそういうふうに正式に決まったの、はあはあはあ、でしたか。そうですか、分かりました、はい、多分キララシティさんの言うこの矢作大橋が正式名称ですね、多分、はい。カスさんのタイムラインにちょっと戻りますけれども、はい、手削りで平面を出すのです。油の溝もできるし、都合いい平面ができるのです。できるのです。うん、次にカスさんですけども、鋳物の場合も炭素含有量で性質や性格が変わってきますか。これは変わってきますね。はい。で、これも、これは多分今回はちょっと、なくてですね、うん、この後、実はこの次の放送、鋳物の材料枠というタイトルでやる予定なんですけども、そのあたりから出てくるかもしれない、ね、なんか偉いね、もうなんか次にやることが考えてあるってすごいわ。一応社長の勉強会の話に沿ってはいはいはい、あ、それに沿ってるんでね、うん、あ、なるほど。もううちなんか週刊フレーバーなんかもうその日に考えることが多いんで、うん、楽しみにしております。そうですね、まあまあ、次なのか次の次なのかわからないですけども、はい、ちょっと、うん、まあ、その上までちょっと待っていただければいいかなと思いますね。なるほどね、うん、でこのさっきの椅子の足の部分なんですけども、うん、まあ、これは中空のパイプを違う製法、中空にしてもいいのかもしれないんですけども、うん、まあ、もう少ししっかりしたものが欲しいということで、はいはい、いいものが使われているということですね。ほー。で次に街路灯の棒なんですけども、うん、例えばこういう、ちょっと写真がちょっと横になっちゃいましたけども、こうしたいんですね。そうですね、そうしてください。こうするしかない。この街路灯の棒にも鋳物が、鋳物でできておりますね。はあ、なるほどね。まあ、西尾にも若干ありますね。あ、そうですか。こういうこじゃれたような雰囲気の街路灯が。こじゃれてるたものだったのかどうかは、西尾のは。そうか。わかんないんですけども。うんうんうん、まあ、こういうふうに塗装で表面処理を施してあるんですけども、まあ、ツルツルにはならないんですね。うんうんうん、見肌がザラザラになってくるんで、はいはいはい、だからすぐ鋳物だと分かるんですね。ああ、なるほどね。で、まあ、ガイド灯がいくつか。これもガイド灯ですよね。こういうものですとか。はいはい。まあ、同じものなんですけども、中にはこういう、図柄が入ったものも鋳物でできるということですね。はいはい、ああ、なるほどね。まあ、要はその型を決めてしまえばこういうものも、うん、製法次第ではこういうものもできるということですね。はあはあはあ。まあ、ちょっと複雑なんで、うん、どういうやり方なのかちょっと、まあ、作った人に聞いてみないとわからないですけどね。このシュミラクさんすごいこと言うね。高岡の職人が究極が、うん、頑張ったら、スカイツリーみたいなのを鋳物で一体成形できんかなって、うん、やる意味ないっしょ、うん、やる意味があるかどうかっていう話だよね、うん、あれですよ、エスプレッソのマニアの人たちが、稲垣くんたちが、リーフをどこまで細かくかけるかを競ってるようなノリですね、うんうん、一般人には無意味みたいな違った、違うなんかその基礎はわかる気がするんで、リーフの葉の枚数はわかる気がするけど、スカイツリーは全然違うような気がするんですそか、失礼しました、はい、残念ながらキャサリンさんに怒られてしまいました、はい、どうぞ。まあ、街路灯の説明はまあこの辺にいたしまして、うん、次にこういう窓目ですね、パーキングブロックという、はい、書いてありますけども、はい、駐車場のある人の跡目ですね。ああ、はいはい。これも鋳物でできています。ほう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 。あ、なるほど、ね。で、これはダクタイルでできています。はい。ダクタイルでできています。ダクタイル？はい。先ほど出ましたよね、その、
球状化炭治癒ですっていう。ああ、はいはいはい。あれでできています、ね。あ、なるほど。ふーん。まあ、これにぶつかったとしても、まあ、まあ、車はへこむかもしれませんけども、これは壊れない。あ、なるほどね。まあ、どっちがいいのかという話はあるんですけど。あ、まあまあまあ、そうですね。で、次に自動車関連ですと、うん、こういう、これはクランクシャフトですね。はい。これにもいいものが使われているケースがあるそうですね。単造がほとんどなんですけども、うん、やはり排気量が大きいエンジンになるといいものとなる傾向があるようですね。まあ、シリンダーブロックに関して言いますと、うん、まあ、ディーゼルエンジンにはいいもののものが多く使われておりまして、うん、ね、ガソリンエンジンに関しては、まあ、アルミのシリンダーブロックになるケースがある多いようですね。あ、つまりそんだけ負荷がかかるのは、ね、あれだね。今ディーゼルエンジンの場合は、まあ、空気を入れて圧縮して、うん、圧縮比が高いですもんね。そうですね、圧縮比が高いですね、はい、なので、うん、それで自然着火して動力を得るっていう、うん、ね、うん、方式ですので、やはり鋳物でないと強度が確保できない、はい、うん、あ、そういえば、ね、西尾の S 社が鋳物でミニポストを作ってましたね。西尾の S 社って何でしたっけ、S 社は、すいません、 S 社どこでしたっけ、どこだったかな、ここが小さいポストだよね、はあはあ、売ってるよね、よく皆さん買われて置いてありますね、はあ、バイクはフレームやホイールなど今では鋳物パーツが多い。あ、そうなんですか、はあ、ありがとうございます、マグネシウムは鋳物でできるんですか、そうですね、マグネ、今思い出したんですけども、うん、このダクタイル鋳鉄を作るときに、うん、マグネシウムを入れます。あ、そうなんだ。入れて硬くするってことですね。あー、なるほどね。カスさん、 BBS の単造マグのホイールってどうやって作ってるんでしょう。まあ、単造なので、単造のこと聞かれてもちょっとまた勉強しておきますということ、はい、ありがたく受け取っておきますので、はい、キララシティさん、三州丸工業ですって書いてるんですけども、ああ、はい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 、何なんでしょうかね。ね、三州前工業だったか、そんなような名前じゃなかったかな、はあ、違いましたっけ。あ、清中さんがちょっと BBS の保有に関してツイートがありまして、はい、内抜き炭造ですと、うん、この内抜き炭造って何なんでしょうね。あ、ちょっとできればツイートしてもらうとありがたいんですけども、それよりも松本君降りてきたらどうだ2階にいるんですかもしれない。あ、2階におる。あ、そうなんですか、うん、ね、まあ、次に、まあ、ちょっと、うん、まあ、クランクシャフトの件はまあこの辺に、はいはい、まして、まあ、次にちょっとまた景観の話に戻るんですけども、はい、こういう風鈴ですね、はいはいはい、風鈴です、はい、これ FCG ぐらいのあまり強度のないものが使われております。ほう、その何 FC？ フェラムキャストの略なんですけども、その鋳物の強度の単位、あ、そういうものがあるのか、これは肉厚を薄くして、音を響かせる必要があるので、うん、リンを多めに使っています。リン、化学記号が P なんですけども、これをたくさん使ってますね。はいはい、で、これを行いますと、うん、チル層と言いますけども、うん、その内部組織が密になってて、硬い層のことをチル層と言うんですけども、はいはいはい、うん、これができるために甲高い音が出るという仕組みになっているそうです。はい、じゃあ、よく、仏具でこうチーンってこう鳴らす、あれも同じようなもんか。あれが一緒なのか、まあ、風鈴と同じ原理なんでしょうかもしれないですけどね、うん、音が高いから、カン、チーンってね、うんうん、あれ、キラシティさんがちょっとだいぶ驚いてかれているんですけど、2階に、そうです、2階にいます、彼は。あ、そうなんですか、うん、2階からツイートを入れてます別さん2階からツイート入れるんだったら下を降りてこいよと思いますが、まあ、とりあえず、はい、あと景観関連で言いますと、ちょっとめくっていいですかね、はい、いいですよ、ここでマンホールが出てくるんです、ね、あ、そうですよ、
西尾マンホール得意です。で、西尾市のマンホールの場合ですと、これはまあ、これはあの西尾市のマンホールではないんですけども、西尾のマークの周りが錆びて色が取れないように、うん、セラミックでコーティングして、してるそうです。あ、そうなの？で、あれ、いろいろなこう図柄とかなんかあるよね、マンホールって、ね。そうですね。面白いですよね。うんうん、次に食品関連に行きますと、うん、まあ、フライパンもそうですね。フライパンもいいものでできていますね。ああ、そうかそうか。はい、あとは、こういう、すずのコップですね。すず。すず芋のフラワートレイというんですけども、こういう、あの、花の形になってるんですね。はいはいはい。これが鈴芋のですね。鈴でできた芋の、はい、フラワートレイですね、うん。ちょっと台湾じゃなくてタイムラインを、はい、台湾じゃない。うん、長屋は薄い鍋作るの上手な会社ありますよね。そうですね。これもちょっと話聞いたことがあるかもしれないけど、ちょっと思い出せないですけど、ね、はい。まだタイムライン出てこない。出てこない。うん、はい、まあ、このすずのコップはですね、うん、あの流体揺れても温度がなかなか下がらない効果があるそうです。え、そうなの？ええ、だから鮮度を保ったまま飲みたいものがある、例えばあるとき、例えばビール、はいはい、冷えたビールなんか飲みたいときなんかは便利かもしれないですね。あ、ええ、すずってそういう性質あるんだ。うん、そうですね。うん、他に、鋳物で作られている食器ですと、まあ、鍋もそうなんですけども、うん、鋳物の鍋っていうのは、うん、あの熱がいっぱいつくとなかなか錆びにくいようにできています。ほうほうほう。ただ鋳物の特徴により水分が入りますので、うん、まあ、この特徴というのは油が鋳物の中に染み込むと、自然と油が入るか中に入ってしまうような形に なっちゃうっていう、そういう性質なんですけども、うん、この性質によって水分が入っちゃうので、うん、まあ、外に置いていくと、まあ、どうしても鋳物というのは錆びてしまうんですね。うん、で錆びてしまって表面は茶色くなってしまうと。で、この錆びというのはショットピーニングで除去することもできるんですね。すみません。ショットピーニング。意味が分かりません。ショットピーニングと言いますのは、あの、鉄の鉄球をバーってぶちかけるんですね。ああ、はいはいはい。これショットピーニングと言うんですけども、これをかけると、ある程度取れることもあります。なるほど。はい、できるんですけども、そうすると、今度はそこの部分が錆びてきちゃいます。まあ、クオミニンができちゃうんです。ここに溜まっちゃうんでしょうね。はいはい、で、芋の性質上、カーボンの中に水分を含ませるような形になってしまうので、うん、まあ、その水分を保持した状態になってしまうので、うん、あ、ショットブラスト、そうですね、ショットブラストですね。はいはいはい。ショットピーニングと言っちゃいましたが、ショットブラストと思いますね。はいはい。芋の性質上、そのカーボンの中に水分が入ってしまってですね、うん、その水分を保持した状態になってしまうので、まあ、いくら水分、まあ、いくらそのショットピーニングをかけたとしても、うん、そこの水分を放出しない限りは、錆びは出てきちゃいますね。うん、したがって、鋳物は濡れてもいい場合を別として、絶対に雨に濡らしてはいけないということですね。あ、濡れてもいい場合は別ですけども、そうでない場合は、濡らしてはいけないということですね。うん、で、工作機械に使われている芋の場合ですと、そのわざと錆びさせて何年も放置させておくことで自然と黄色を開けていくという方法もあることがあるんですね。これ、からし作業というんですけども、これは今は消灯によって無理やり強力、黄色を上げる方法がほとんどなので、うん、今はこの方法は使っていないんですね。はい、で、このように、様々な場面で芋が使われているわけであります。なるほど。はい。で、今回はここまでということですね。あ、なるほど。はい。うん、じゃあ、じゃあ最後に、はい、まあ、一回、今日は、初日をやったわけですけど、はい、どうでした？疲れました？やっぱり喉が渇いてきて。今度から水を用意しましょう。あ、はいはい、はい、はい。そんな感じで、はい、本日はですね、はい、窓際くんにですね、はい、芋の100問、100問です、ね、100問ということで、はい、第1回目として、はい、まあ、芋の全体的な、はい、あらすじのような感じで、ね、はい、やっていただきました。はい。
ということでちょっと時間もちょっと押してしまいまして、20分ほど、押してしまいましたが、はい、まあ、今日はこの辺で、はい、お開きにしましょう、はい、ありがとうございました。お疲れさんでした。ありがとうございました。